平成3700系電車、北総開発鉄道7300系電車、千葉ニュータウン鉄道9800系電車、北総開発鉄道7300系電車とは、1991年3月31日に運用を開始した北総開発鉄道の通勤系、電車である。本校では2017年3月21日に営業運転を開始した。 千葉ニュータウン鉄道が保有し、北総鉄道が管理する9800系電車についても記述する。2015年4月現在、8両編成5本の計40両が在籍する。1991年の形成高さ後、新鎌ヶ谷間開業に合わせて自社発注した新造車両に編成は7300番台の車番が付与され、形成電鉄より、 同社3700系のリースを受けて導入した3、編成は7800番台の車番が付与されている。また、後者については7800型と区分して扱われる、例も存在する。なお、1994年に全く異なるデザインで登場した住宅、都市整備公団発注の9100系電車は、主要機器については本形式とほぼ同一の機構を採用している。 7300系7308編成、京成高砂新鎌ヶ谷間開業時の増備車である。京成3700系一時車の基本設計を踏襲し、車体の帯色など細部が異なるほかは、同一設計の軽量ステンレス車体を採用する。ただし、落成時点では、北総開発鉄道が新京成電鉄との相互、直通運転を行っていた都合から、 自社線内にて使用する IR 方式の列車無線のほか神経性線乗り入れ対応として SR 方式の列車無線を装備し、無線切り替えスイッチを神経性側にすることによって限り留置を標準の 73.3A から 58.8A へ降下する機構を備えていた。これは当時脆弱であった神経性線内の電気設備に適合させるための機構で、 これにより、神経成線内運用時の軌道加速度が、時速 2.8km、S に抑制される仕組みとなっていた。関東地方の地下鉄以外の鉄道事業者の車両では、形勢3700型と同時に、初めて標準採用となる、LED 式車内案内表示機が客用ドアの上部に設置された。7300K7808 編成2003年2月に、 形成3000系、電車3001編成の登場により、余剰となった3700系3808編成のリースを受け、車両番号の繊維を37へ改版し、7808編成とし、北総カラーの青帯への変更と、車両番号表記プレート、名番類の交換が施された。形成3808編成は1997年12月に、 日本車両製造で落成した編成で、形成3700系の四次車に相当し、落成当初より廃焼機が設置されていた点などが、北総7308編成、7318編成とは異なる。7808編成の運用開始に伴い、形成3150系電車のリース車両だった7050系4両編成2本が形成へ返却され、 廃車となった。この編成は前日の通り7800型とも故障され、自社発注者と区別して扱われることがあるが、国土交通省への届けでは7300系として行われており、各種文献などでも7300型として扱われている。故に、一両ごとの形式も含めて、北総鉄道には7800番台の形式故障は存在しない。 7818編成は7260二7268編成が廃車となったため、代わりに3700七3748編成がリースされた編成である。7828編成は3700七3778編成がリースされた編成である。なお、7828編成は、 車番の配置が9808編成と同様となっている。千葉ニュータウン鉄道9800系9808編成。千葉ニュータウン鉄道9000系への老朽置き換えのため、3700系3738編成がリースされた編成である。帯色は千葉ニュータウン鉄道9200型に準じている。車両の使用は3700系二次車として、 製造された7818編成とほぼ共通。新造車は、形成3700系の1次車と同一仕様、7808、編成は4次車、7818.9808、編成は2次車、7828、編成は3次車で、あり、それぞれ製造時期が異なることや、リース車はもともと形成電鉄の仕様で製造された、ため、 相違点が存在する。戦闘車正面にロゴマークと側面にスリットデザインが追加された7308編成新造車は、戦闘車正面にある運行番号表示器が落成当初7、セグメントマグサイン式であったが、2005年に7308編成が、2006年には7318、編成も LED 式に交換された。また、 7308編成は2009年2月25日から行き先、種別表示器を3色 LED 式に交換した。7318編成も2011年3月に幕式からフルカラー LED 式に交換された。また、リース社も2010年5月に行き先種別表示が幕式からフルカラー LED 式に変更されている。新造は、落成当初は、 京成3700系一時車と同じく廃送機が設置されていなかった。京成3700型では廃送機を設置しないで落成した一時車も含めて、後年前編成にスカートの設置が行われ、北総者も後にスカートが設置された。7500型と車体体デザインを統一するため、2007年に当時在籍していた前編成にホーク SO の ロゴマークと両線頭車側面には航空機のウィングをイメージしたスリットデザインが追加された。このデザインには京成成田空港線の開業により北総鉄道が羽田空港と成田国際空港の双方を結ぶという意味が込められている。新造車は2015年から2016年にパンタグラフを下枠交差式からシングルアーム式に交換した。 千葉ニュータウン鉄道9800系電車に関するカテゴリーありがとうございます。